今年で71回目となる高知市夏季大学が来月19日から始まるのを前に、5人の講師陣が発表されました。初日19日は尾身茂さん、 WHO 世界保健機関で長年にわたり感染症対策に身を捧げたエキスパートで、国の新型コロナ対策では専門家チームを率いています。20日はフジテレビの朝の情報番組特ダネを20年間担当したフリーアナウンサーの笠井信介さんです。フジテレビを退社した直後にがんが判明、闘病経験を経て気づいたこととは。続いて21日は数々のヒット作を生み出した映画監督の細田守さん、タイトルは映画竜とそばかすの姫の舞台はなぜ高知なのかです。22日はジャーナリストの青木治さん、最終日の23日はマークスの山やレディージョーカーなどの作品で知られる作家の高村薫さんと多彩な顔ぶれが揃いました。例年会場はカルポートですが、改修中で使えないことから今年は県民文化ホールで行われます。感染対策のため全席指定、これまで通りの5日間通して使える一般受講券に加えて、今年から新たに特定の講師のみ受講できる1日受講券も販売されます。受講券はローソンチケットやチケットピアで今月19日販売開始です。一般受講券は県民文化ホールや県立美術館などでも購入することができます。